はい、岡崎グリーンメンテナンスです。本日も、トーナメントコースの、準備作業ということで、ティーグラウンドの前の、谷越えのティーショットになる場所なんですが、その、谷の乗り面のところを今ね、このように、刈り込んでおります。で、なかなかねこういったところは、普段ね、手を入れるっていうことはそうめったにね、あることじゃないんで、このようにね、結構伸びてますけど、いくらねトーナメントコースとはいえなかなかこういったところまでね、普段刈り込めない状態にあるのかなと、私はね、感じております。非常にね、足元滑りやすくなっていますので、スパイクたびにね履きながら、安全に作業を行っております。はい、以上になります。